こんにちは黒田和義です今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャムセッションの心構えということですね。ジャムセッションに行くのが怖いということですね。えジャムセッションって何かというと、えー、ジャズの場合はバンドを組まなくても、いろんな楽器の人が集まって、でその場で譜面を見ながら、ジャムセッションをしていくって演奏をしていくっていう、そういう集まりがあるんですね。で、ジャズはもうとにかくその醍醐味で、 で、アマチュアジャムセッションって書いてあるとこうライブハウスとか見るとそういうのが書いてある日にこう行っていただけるとそういうの参加できます。で僕の、えー、教材なんかで一番最初無料教材ありますから、えー、メルマガ登録してもらったやつを一回終わったら一曲頑張って行っていただけるといいかなと思うんですが、まあ、その時の心構えみたいなものを作ってほしいと言われたのでちょっと作ってみました。まずはでですすね、ね、えー。持ち物です、ね えー、スティック、ドラマーはスティックですね。で、ーギターの人はギターだし、まあ、あと、サックスの人とかサックスとか、あのリードとか忘れないようにしてください、ね。たまに言いますからね。リードとか、ま、マウスピース忘れてくる人いるんで、えー、そういうの借りれないですから、えー、そういうのは持ってきてください。あと、管楽器でたまにマウスピースね、えー、トランペットとトロンボーの人で忘れてきた人がいますが、それはもうしゃあないですもう。もう参加できないですからね。借りることはできるかもしれないですけど、初めてだとちょっとしんどいですね。 で不面集を一、えー、つ一冊持っていくと、すごくその手持ちブサタにならない。えー、手持ちブタ汰ブサタブサタですね。手持ちブサタにならない。こう、なんかこう、不面をパラパラって見てると、まあこう一人でいてもなんか様になるというか。で不面集はもう まあもう黒本って言われてスタンダードバイブルシ昔は青本とか赤本青本っていうのがあって赤いのと青いのが、えーまあ、今でも売ってますが2冊で、えー、っとスタンダード集っていうのがあるんですけどあれはねなんかその映画とかの原曲のハーモニーに近いので本当にライブでジャムセッションするハーモニー今あんまり書いてなかったりして僕らがねアレンジしたりとかする時の参考にはしますけどあんまりそのジャムセッションで使ってる人はいなかったりします。 あの歌詞が全部書いてあるんでねあのジャズボーカリストにはすごいいいかもしれないですスタンダードバイブルという黒本というやつの1と2があるんですがとりあえず1を持ってればいいですねえー、2いうのは持ってる人が多分ねあのいけないんですけどコピーしてくれますから大丈夫と見せてくれたりしますからねあとメモ帳ですねえー、これメモ帳もねここ書き込んでるまあスタンダードバイブルに直接書き込んでも構わないですがえー、メモ帳なんかを持ってるとあなんか こう頑張ってやろうとしてるなーっていう感じがします。あと録音機をね、えー、音楽の録音機をちょっと持っていっといて、自分の演奏って客観的に聞かないとわかんないんですよ。でね、後でね、こう走ったとか走ってないとかいろいろ言われるんですけど、客観的に聞くと向こうが走ってたりすることもあるんですね。重たくなったって言われると。 やっぱ初心者ってやっぱこう攻撃されやすいのでそういう時にあのその時はすいませんって言っときながら後でこう、えー、チェックしてみて自分が間違ってるか本当にそう思ったんならあ本当にいけないなと思えばいいしそう思わなかったらまああの向こうが悪いんですね。ということで、まあ、ドライブレコーダーみたいなもんですよ持っておきましょう。 まず入ったらですね、お店に入ったら、まあ、主催者らしい人とかお店の人とかに挨拶して、あの初心者なんですよみたいな感じで言っていただくと、もう慣れてる人は全然いいですよ。ねえーまあ、参加帳に記入するんですね。ドラムとかベースってこう、こうベースの人とか言ってで、順番に呼ばれていくんですけどで、ドラムのとこに自分の名前を書いていただくと。でどんな曲を演奏するのか聞くって、いう,こう、まあ、書いてあって時間がこうドキドキするじゃないですか。その時にね、まあ、もしコミュニケーション能力がちょっとでもある人であれば、 えー、これね、ものすごく大きいことです。今後、そこで声かけた人が一生のこうメンバーになる可能性はあるんですね。なので、隣に座った人に、まあ、どんな曲、こういうとこでは演奏するんですかとか聞いておくとで、それをこうチェックしたりとかしておくとね、あのー、YouTube で家帰って練習できるじゃないですか。でいろいろ聞いておいて、いろんなこと知ってないと、曲ごとに、こう、譜面には書いてないけど、曲ごとにここは決めるとか、ここが止まるとか、いっぱいあるんですよ。 それを、こう、もう本当に僕は、あの、教材でも出してるんですけど、えー、この曲だと、もう、ここ、エンディングはこうなるとか、イントロはこうなるとか、えー、パターンがいくつか決まってて、それ知らないと、やっぱりその、なんていうんですかね、パッと対応できないでね。そういうのを増やしていくっていうのが、ジャズの面白いところなんですね。あと、主催者っぽい人に、こう、ちょっとちょろっと聞いてみて、僕、初心者なんですけど、すんません、どういう曲をやるんですかね、みたいな感じで、こういう風にやってみてですね、で、こういうのやるのいいよ、みたいな感じでね。 教えていいただけると思います気難しい人っていうのはですね意外とあの優しい人も多いのでその場ではまあちょっとまあ距離取りつつやっていいいただければいいかなと思いますあとはまあその人の自分でやってない時人の演奏を聴くですね人の演奏を聞いてるとあこういうとこでこういうふうにやるんだとかあの曲名もちゃんとチェックしながら譜面とかをこうなぞっていってるとその時間も有効に使えるかなと思います。 まあ曲の名前もねメモしておきましょうあ,あこういうのやったんだとかあのよくやる曲本当に2回とか3回とかやる曲もあるんでそういう曲っていうのはまあしょっちゅうそのジャムセッションでこれ地域にもよるんですよ本当にあの全国的にっていうか世界的にどこでもやる曲っていうのもあればその地域でよく流行ってる曲とかっていうのもあるんでそういうのも覚えておきましょうまあ演奏が回ってきたらまあ自分のテーブルで録音機をこっちょ録音してですねオンにして大体みんな録音してるんでよっぽど 取っちゃダメとは言われないと思うんですが、自分で楽しい部分にはね。えー、これは YouTube に上げるときはちょっと問題が、海外の曲はちょっと問題があるので、そこら辺もまたちょっとまとめますね、そのうちね。で、まあメンバーに挨拶してよろしくお願いしますって言って入ってって。 ドラムは多分ほとんど選曲権がないので勝手に始まると思いますからそれでこうやっていけばでまあ自分が初心者であることを伝えてこの曲しか知らないっていうふうに言っておけば、まあ、その曲の時回してくれたりすると思うんでそういう時はまあ最初の段階のこう書いてる時にどうすればいいですかっていうふうに聞いとけばいいですねえとにかくこう プロテクトしておかないとジャズミュージシャンって結構冷たいできない人に対して冷たいことがあるんであのできない初心者ですよってちゃんと自分でちゃんとアプローチすれば意外とちゃんとあそっかそっかじゃあこうしてこうしてっていう人が1人2人はいるんでそれをやらないと誰も自分のことを守ってくれなくて白い目で見られたみたいな感じになって終わることが多いんですねなのでできる限り自分のことをプロテクトしておきましょうでないとね2回目ほんと怖くなるんであの 行行っっったけけど怖くくててもううないっていいいい人、すすごく世の中いっぱいいるんですね。その辺をちょっと頑張ってやっていただければあとは演奏した曲をまとめておくですねまあいろいろ演奏曲も2時間3時間やると思うんですが、えー、多い時は5時間ぐらい、まあ、最初から最後までいてもいいと思うんですが自分の時間に合わせてで今日やってた曲自分がやった曲もそうだけど自分以外の人の曲も、まあ、曲のリストをまとめておくと大体こう23回行くとそのやる曲のあ 傾向が分かってきてあこ,のとこ,この曲この10曲ぐらい覚えとけば楽しめるなっていうのが分かると思うんですねいきなり最初から100曲200曲は難しいですまあ頑張る人は頑張ってくださいええケイコリーさんはですね、えー、昔よくお話をしましたけど、まあ、今もね近いからあのたまにライブ来ていただくとケイコ姉さんとはお話ししますけどケイコリーさんはピアノトで演奏して始めてやっぱりこう曲知らないっていうのは僕もそうだっですんと曲知らなくて いいじめらられるんですよ、曲知らないでねで。彼女はもう負けん気が強いから1年で36 5曲覚えたたっって言って言ましたね。えー、それはもちろんピアノで弾けて歌も歌えて歌詞も覚えて子供も覚えてですよ、えー、すごい努力家だったと思うことですね。そういうふうにいきなりまとめてっていうのはなかなか難しいと思うんですけどまあ例えば1週間に1曲とか、まあ、1ヶ月に1曲でもなんか10曲覚えてたら結構セッションでは十分遊べれると思うので。 まあ、プロでやるんだったら別ですけどでもまあほ僕もいじめられましたからねあのん、ー、かすごい白い目で見られるっていうかなんかすごいこうベースの人にこう「お前さ」みたいなもういきなりお前呼ばわりされたりとかそういうことよくあるんですねもう本当にへこみますけどそういうへこんだ時はですね、えー、まあふて寝するとか、まあ、寝るとか、まあ、走るとかそういったことをしていたそれはあの僕の心理学の方で、えー、またそのストレス解消部分やりますので。 やっていいいいただければいいかなと思いますあとですね、えっ、ー、と曲を整理する上でですね、一番僕が一番困ったところなんですけど、監、え、視、ー、って省くんですね。だから、こうえっ、ー、と例えばこの「The Night h a s a Thousand Eyes」っていう曲を探している時に、「The」は後ろに来て書いてあるんで、「あ」とか「をから始まる曲ってめちゃくちゃ多いわけですよ。監視から始まるからね。だからザ、「座と「あ」は監視は後ろに行っちゃうので、この「 ナイトから始まりまりす、ね、そういうふうにあのまとめてある教本が多いですね。特にこの,、えー、この黒本もそうなっておりますのでこの「ザと「アっていうところから調べちゃ駄めですよ。でないと「あ」と「ザのところにうわーって曲が並んじゃうから,だからそれだと調べれなくなるしで「あ」と「ザつけたっけこの歌詞っていうこの曲みたいなのがあってだからまあその「ない」とから始まりますこういうとこね、えー。というふうに考えていただけて。 で、アナザーユーってよく言うんですよみんなアナザーユーやろうぜって言うんですけど、これゼワルビィルネバビーアナザーユーなんですね。なので、このゼワルィルネバビーはものすごい省略するんで、アナザーユーで A で調べても出てこないんですね。 グレーターラブも、ゼアリズノーグレーターラブなんですね。だからグレーターラブって言ってて G で調べても出てこないですね。あと、このザ・ナイト・ハザ・サウザント・アイズはこれ夜戦って言って、夜は戦の目を持つっていう日本語がついてるんですが、そのその夜,夜は戦の目を持つを省略して夜戦、わかるかいみたいな話ですけど、ザ、えー・ナイト・ハザ・サウザント・アイズ になってますので、えー、これはね、コルトレーンとエルヴィンのやつの演奏が有名ですね。あと、イパネマっていうのをよく言いますが、これザ・ガール・フロム・イパネマですね。このザを後ろに回すので、G から調べてください。あと、グリーン・ドルフィンス、グリーン・ドルフィンやろうぜって言うと、オン・グリーン・ドルフィン・ストリートですから、O から始めます。サニーサイドも、えー、サニーサイドって言うとね、いくつかあるんですけど、まあ、 ジャズの人がやるんだったらサニーサイド、サニーサイドストリートって言ったりしますが、オンザサニーサイドオブザストリートですね。こっちが正解ですね。A トレーン、エンレーンと言っても、テイクジ、A トレーンですね。A トレーンの A は監視じゃないですからね。これね、あの、テイクザアートレーンって言ってた人がいましたけど、あの、えっと、ザとアは一緒に使わないですから、A トレーン、B トレーン、C トレーンっていうのがニューヨークに走ってて、その A トレーンっていう名前なので、A トレーンですね。アートレーンじゃないですよ。 でブルースね。ブルースって言うといろんなブルースがあります。えっ、ー、とビリーズバウンスもあればシージャムブルースとかもあるしいろんなブルースがあります。でまあピアノの人とかはキーを、えー、キ,ーキーなんですかって聞いて、えー、始めると思うんですが、えー、ブルースって言ったら、えー、該当する曲がいくつもあるということですね。これもまあ自分でまとめておい,い,いていただけるといいかなと思います。これはもうあの黒本に載ってない曲でブルースでも有名な曲いっぱいあるんで勝手に始まったりしますね。 循環っていうのも、これは循環曲って言って、これは相型リズムの、えー、変形なんですね。僕のあの、ジャズの歴史のビデオを見ていただけると、あのー、ガシュインのところに出てくると思うんですが、相方、うん、リズムって曲の変、替え歌でメロディーだけが変わってるのが、オレオとかリズマニングとか、あと、何があるかな、えー、コットンテールとか、えー、そういった曲がいっぱいありまして、で、その曲のことを指します。の循環っていうと、大体いいテンポが速,速くて、 これぐらいで瞬間やろうって言うと、まあ、メルイが勝手に始まっていくという形になります。以上、なかなかこう、まあ、当たって砕けろですね。言ってですね、まあ、当たってくじけろじゃないですけど、もうあの本当に当たってくじけろを僕は繰り返しましたから、なんだそれみたいな、本当にその知らんわみたいなのがすごい多いんですね。 なのでこういったことも知っておいてこう自分を最初からプロテクトしておくっていうのがすごい大事だと思います、えー、まあ、ジャズのお作法でございますからこういったところを、えー、頑張って練習していただければと思います今日は以上です今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。